電子レンジは正しい使い方をしていればとても安全な調理器具ですが、誤った使い方をすると危険なことがあります。今日は普段してしまいがちな電子レンジの危ない使い方について実験しました。電子レンジでゆで卵を温めると大変危険だということは皆さんご存知でしたか？普通のゆで卵をお皿に乗せてレンジで温めてみます。すると一つのゆで卵は完全に破裂してしまい、バラバラになってしまいました。レンジの中はこのありさま。大変汚れてしまいました。しかし危ないのはこれだけではありません。割れなかったもう一つのゆで卵も大変危険なのです。レンジから出してもう安心と箸で突き刺してみると、こちらも熱い黄身などが飛び散り、破裂してしまいました。電子レンジは食品内部から温められるので、温められた食品内部で水蒸気が発生し、殻や膜のある食品では水蒸気の逃げ場がないため破裂が起きるのです。このように電子レンジでゆで卵を温めるのは大変危険ですので、絶対に行わないでください。おでんの卵や目玉焼きの温め直しも同様に危険です。ここで電子レンジの仕組みについて説明しましょう。電子レンジはマイクロ波という電磁波を食品に当てて、食品の中に含まれている水の分子を振動させることで摩擦熱を発生させています。この摩擦熱が広がって食品全体が温められるのです。レンジの内側の壁は金属製で、マイクロ波がぶつかっても跳ね返って食品に当たるようになっています。また扉にも金属製のガードスクリーンが貼ってあって、マイクロ波が外に漏れないようになっています。続いて電子レンジの汚れを放置したまま使用するとどうなるか試してみたいと思います。食べ物カスなどの汚れを放置していると、そこに電子レンジの電磁波が当たり、だんだんと炭のようになっていきます。今日は仮に炭からできているシャープペンシルの芯を使ってみたいと思います。シャーレに芯を入れレンジで温めると、このように火花が出て発火してしまい大変危険です。この火花が油の多い食品などにつくとさらに燃えてしまいます。その時慌てて電子レンジのドアを開けると、火が大きくなって火傷をしてしまうこともあります。もし発火しても慌ててドアは開けずにスイッチを切ってコンセントを抜いてください。また電子レンジの中は汚れがついたときはできるだけ拭き取ってください。電子レンジの中に金属製品を入れてはいけないことは皆さんもご存知でしょうか。今日は仮にシャーレに金属たわしを入れてレンジで温めてみます。するとこのように火花が出て発火してしまい大変危険です。また金属を電子レンジに入れてはいけない理由がもう一つあります。それは電子レンジの電磁波が金属により反射され、電子レンジ内部の電磁波を発生させる装置に当たり故障の原因になります。スプーンやフォークなどの金属の装飾がついた食器はレンジでは使用しないでください。他にアルミホイルもシャクシャとなっていると火花が散ることがありますのでご注意ください。最後に飲み物の突沸についてです。飲み物を温めすぎると突沸という現象が起こる場合があります。突沸は電子レンジだけでなくステンレス鍋などでも起こりますが、電子レンジでは特に起きやすいので気をつけてください。突沸が起きるのは飲み物を温めすぎた時です。温めすぎた時に振動を加えると一気に沸騰が起こって飲み物が吹き上がる時があります。また
温めすぎた液体にコーヒーなどの粉を入れると、その粉が原因で突沸が起こります。一気に沸騰が起こり、飲み物が吹き上がる時があります。その時にコップを手に持っていると、やけどの恐れがあり、大変危険なので、液体を温めた後に粉を入れるのはやめてください。先に粉を入れて、溶かしてから温めた方が安全です。また、冷めてしまったコーヒーや牛乳などの飲み物を温め直す場合にも、突沸が起こる可能性があります。およそ50度のコーヒーを温め直すために、レンジに入れてみます。このようにレンジ内で突沸が起きてしまいました。コーヒーが吹き出してしまい、中は汚れてしまいました。どうして突沸が起こるのでしょうか。お鍋などで沸騰させる場合、気泡がだんだんできてきて、中に溶けている空気がだんだん外に出てくるようになって、ブクブクと沸騰するのですが、一気に温まると中の空気がブクブク出てこずに、静かな状態で熱くなるので、その時に振動を加えると、一気に空気が外に出てきて吹き上がるという現象が起こります。飲み物を温めすぎた時は、すぐに出さずに、中で冷ましてから取り出すようにしてください。今日ご紹介した注意事項は、お使いの電子レンジの説明書に必ず書いてありますので、今一度説明書を見直してみてください。皆さんも、電子レンジを正しく使って安全で便利な食生活を送ってください。